マカッサルストレートはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の三十七番艦。艦名はインドネシアのマカッサル海峡にちなんで命名された。当初アベグマイナス九十一と分類されたが、一九百四十二年八月二十日にアッコブマイナス九十一に艦手変更され、一九百四十三年七月十五日にクブマイナス九十一へ、 艦種変更される。艦は当初売高米の艦名であったが、1943年11月6日にマカッサルストレートに改名される。1943年12月29日に、海事委任契約の元ワシントン州バンクーバーのカイザー像選所で寄港し、1944年3月22日にトルーマン J ヘディングプジンによって浸水。 1944年4月27日にオレゴン州アストリアでウォーレン・ケイバーナー艦長の指揮下収益する。西海岸沿いに成長を行った後、マカッサルストレートは6月6日にサンディエゴを出港し、新珠湾を経由して、マーシャル諸島へ補充の航空機及び乗員を運搬した。続いて、戦勝兵を新珠湾及び西海岸へ運び、 7月13日にサンディエゴに到着した。続く2ヶ月の大半を南カリフォルニアでの空母パイロット訓練任務に費やす。9月25日から10月15日までの間に129機をハワイ及びアドミラルティ諸島のマヌス島へ運搬した。70機の損傷した回4回、ワイルドキャットを乗せて10月26日に真珠湾に帰還。 同案沖でのパイロット訓練任務を再開した。続く3ヶ月にわたって、マカッサルストレートは海軍及び海兵隊パイロットの訓練任務に貢献した。数十もの航空団及び飛行隊からのパイロットたちは、マカッサルストレートが参加した航空警戒任務、対潜水艦船演習及び夜間飛行任務において6700回に及ぶ着艦を達成した。加えて、 航空爆撃及び水雷攻撃に対する防御訓練も行った。第97混成航空団と共に、マカッサルストレートは1945年1月29日に新珠湾を出港し、エニウェト区干渉を経由して、西太平洋の戦場へ向かった。第50.8任務軍に配属されると、2月9日から4月8日までの間に、小笠原諸島から沖縄に対して、 攻撃を行う高速空母任務部隊に随伴する補給艦艇の護衛を担当した。4月8日に支援空母部隊に配属されると、マカッサルストレートは沖縄での空爆作戦を始める。続く4週間にわたって敵目標に対する数多くの出撃を行った。搭載機は地上部隊への支援攻撃を実施し、敵の砲台及び飛行場に有効的な攻撃を行った。 加えて敵機を4機破壊した。5月7日、マカッサルストレートは全身根拠地のケラマ諸島で搭載航空団をシップレーベンに移しグアムに向けて出港11日に到着した。その後グアムとサイパン島間で空母パイロットの回復訓練を担当し7月19日にハワイに向けて出港した。クエゼリン艦渉で50機を搭載し 真珠湾には7月29日に到着する。真珠湾で387名の軍関係者を乗せ、8月14日に帰国の途に着いた。8月21日にサンディエゴに到着したマカッサルストレートは、連合軍が太平洋での勝利を果たすまで9万1000回りの距離を航海していた。その後、10月末まで空母パイロットの訓練を担当し、 収益から15,500回以上の着艦を経験した。マカッサルストレートは魔法の絨毯作戦に参加するため11月4日にサンディエゴを出港した。真珠湾を経由して補充部隊をマーシャル諸島に運び、クエゼリン干賞で1,092名の機関兵を搭載11月29日にサンディエゴに到着した。 12月4日から1946年1月3日までにグアムへ同様の航海を行い、1123名の士官及び兵員を帰国させた。1月5日にサンディエゴを出港したマカッサルストレートはサンフランシスコを経由して1月12日にワシントン州タコマに到着する。第19艦隊に配属され不活性化が行われ。 1946年8月9日に退役する。マカッサルストレートは、タコまで太平洋予備役艦隊入りし、同地で経由される間の1955年6月12日に、K-91 に、艦首変更された。1958年8月28日に、トーマス・エス・ゲイツ海軍長官は、マカッサルストレートを標的艦とすることを承認し、 1958年9月1日に除籍された。1961年4月、カリフォルニア州のサンクレメンテへと栄光される途中、サンニコラス島で座礁した。5月2日に船体を売却してその場で解体することが決まったが、遅くとも1965年頃までは解体されず、そのままミサイルの標的として使われていた。マカッサルストレートは、 第二次世界大戦の選考で二つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。